そうで、これがこの状態の、まあ、これが割れない連携なんですけど、マジか。あー、これ強いな。しかも隠る隠る。あー、なんなら守り強い。 SA どうやってですか。あれ SA コマンドは SM 敵ある。投げ確定してますね。普通にマイナス19だから。これ投げもノーマルも投げ取れる。あ、ノーマルは取れないじゃん。あ、 EX だけだ投げ取れるのは。まあでもインパクト返せるのが偉いな。まあ、ここは別に投げ返すとこじゃないから。いや、このレンガというか割れないインパクト、無敵技以外割れないところを割れる強さで、今やってるこれってゲージがないと積むんですよ。これゼロゲージだと積んで、でキャラによってはその1ゲージが無敵ないキャラとかは1ゲージあってもダメだから、 DJ とか1ゲージが無敵技ないから、無敵ないから2ゲージ以上ないとバーンとしては返せないんですよ。だからその積み連携を作れるっていう。だからこのでもバーンアウトで走って、まあなかなかってあると思うんだけど、まあなんかいろいろ運んでいってレンガで割って、で橋で到達して割るとかもできるし、まあルークとかはレベル3の後に大パン重なるから、まあこれがめちゃくちゃ強いんだけど、まあなんかこういうの決めてさ、これで割って、でこれが相手ゲージなかったら済む。だからこれで1ゲージ、まあ1ゲージってまああったりするんですけど、まあ1ゲージ無敵ないキャラはやっぱめちゃくちゃ弱いよねって言ったの、弱いというかめちゃくちゃ弱点だよねって言ったのはこういうとこだよね。2ゲージ以上ないとっていうのは結構多分起こりうるから、状況によって。だこういうルークとか相手になんか適当にドライブゲージ使ってなんかカウンターでレベル3で割られましたってなったら多分詰むから。で仮に1ゲージで返せるキャラも、まあ、例えば今のコンボさ、まあ、例えばこういう、まあ、これ食らって、でまあこれ1ゲージで返せるんですけど、これ返しましたっつっても返しましたでこの状況なんですよ。この状況でもう一回触られて割られる。でこれ今1ゲージ2ゲージあったからあれだけど、1ゲージしかない状態で今1ゲージ返してもどっかでまた触られてっていうのがあるから、なかなかやっぱきついんですよ、無敵技がないキャラは。そう、もう一回来るっていう。でも JP はそこも結構遅延できそうだね、切り返せたら。まあ、というか、まあ、そもそもそれの話で言うと、ここをワープで返せる偉さやな。ワープじゃねえ、当て身で返せる。うん、これ強い。でこれ剣とかも良くて、剣もここの評価個人的には高くて、この状況ね。剣はまず SH が竜巻コマンドなんで、ガードに入れながらガチャガチャできて、でかつ入れ替えるんで、でこの時間回復に当てれるというか、中央で戦えるから、そのもう一回触りに来るっていうので、スタンさせられるっていうケースがかなり少ない、剣は。他のキャラはなんか1ゲージで切り返したはいいけど結局捕まりましたってなるんだけど、剣はそもそも
竜巻コマンドで結構切り返しやすい、プラス中央に戻るからしのぎ切れるという点もかなりバウンド時強い。バウンアウト、自分がバウンドの時ね、バウンドされた時に、されたした時に強い。 DJ は弱い、 DJ は弱いね。 DJ で言うとこれまあ今2ゲージありますけど、 DJ のピッチフレーム敵はビタガサネに抜ける。はい、こいつ返せないからレベージもできないんで、バウンドすると終わる。まあルークがね、ちなみにこの状況めちゃくちゃ作りやすいキャラだから、まあそこもめちゃくちゃ強いんだけど、ルークは。でもレベル3、なんか準備もレベル3の後状況よね。レベル3の後状況いいキャラって誰がいる？ルーク以外。ジュリーも結構いいよね。いいね、状況良さそう。端端に行く。ジュリーは別に運びはしない感じ。端強制は結構いいね。まあ画面を運ぶプラス重なったらなお。ああ、ジュリーめっちゃいい。ジュリーも積み状況作れるんだよ。ああ、ジュリー強いわ。ジュリーめっちゃ強い。ルークと同じことできます。JPSS3 だと置き攻めか、CA だと、あ、なるほどね。そう、そういうのもあるんだ。ジェイミーは、あ、でもね、ジェイミーも、むしろジェイミーは、割ることに関して言うと、SA3 は一級品。SA3 の削り量は一緒じゃないかな。多分。は？っていうか、めちゃくちゃよくない？え、これさ、全画面でしょ？は？めちゃくちゃいいじゃん。いや、めちゃくちゃいいというか、めちゃくちゃいい。あの、さっき言った、ルークとジュリめちゃくちゃ強いって言ったんだけど、別に投げは埋まらないから、打撃が重なるっていう強さで。あの、普通のキャラは打撃も重ならないから。え、でもこいつ、そんなレベルじゃない。最強 CA だね、これ。さすがに。OD 設置も。OD。あ、これ OD やってプラ4じゃん。プラ44でしょ。まあ、ここで、まあ、遠くはなるが。まあでも、置き攻めした方がいいかな。ああ、これ強いわ。なんか積み状況とかそういう問題じゃねえな。普通に置き攻めができる。で、あ、そうか、CA が。なるほどね。いろいろ発見がありますか。いや、ジェイミーはただ、ダメージはあれなんですけど、ドライブゲージを削るという意味では、かなり優秀。こいつ、この後、これが入るんだ。だこいつ、あの、2.5 ゲージ削れて、CA 当てると。CA じゃん、レベル3当てると。で、これで割って、置き攻めで、これで、みたいなんで、流れは作れるんですよ。だ割ることに関してはかなり強い。だ相手のゲージ状況によっては、もうあの、積みを作れる。当たった時点で。倒しきれなくても。だ相手のゲージが、まあ、2ゲージぐらい。2ゲージぐらいで、で、まあ、SCA ゲージが。まあ、SA ゲージはキャラによっては1ゲージでも積まないとかがあるから、だからちょいむずい。で、こいつ運ぶから、まあ、端なんですよ。中央付近だと。で、これ。で、飲む。まあ、こんな感じ。まあまあ、削れる。これでまあ、積み状況作れるって。まあ、積み状況じゃなかったとしても、仮にね。仮にこれが今、積み状況じゃなかったとしても、返されたとしてもって、ね、さっきの話で。別にこれやって、これやって、ここで、まあ、仮に SA で返されたとしてもっていう動きはできるから。だからジェイミーはかなり強い。あの、SA3 は。一応、強いと思ってた。ただ、ゲージ回収が下がったから、弱体が食らってんだけど。マリーザは状況いい。端々に行くってだけこれ。なんか、置き攻めは入ってなかったような記憶があるんだが。いや、俺 JP は使わないと思うな。
絶対走り、これで、アイナ、そっか。マリーザは、マリーザは俺そんなにいいとは思わない。まあ普通よりはいいけど、あのルークとジュリの方が強いかな、これだったら。いやでも走りに行くのは強いよ、明確に、明確に強いからあれなんですけど、まあちゃんと重なる積み状況を作れるという意味では一応抗えるから、重なるキャラは積むからさ。今のところ強そうなキャラはルーク・ガイル・ケン、ルーク・ガイル・ケン・ジュリはまあ安定して強そう。弱い、まあちょ、ガイルちゃんと見てないからな、なんとも言えんけど、まあでもコンセプトが強いから、ガイルは。まあこの4キャラは現状でまあド安定かな。で JP がやっぱり上がってきそう。剣は強いでしょ、強いと思う。ただまあ俺ルークの方が強いと思うけどね。いやジェイミーはいいと思うけどな。いやなんなら、なんならというか、さっき言った4キャラにジェイミーは、まあ、現状では並ばないと思うけど、なんかジェイミーより弱いキャラ、下のキャラは結構いそう。だから上から数えた方が早いキャラにはなる可能性はあるね、ジェイミー。